委員会ををいいたしまますすそれでは環境政策関係の一般質問を行います昨日までに伊坂委員から COP26、えー、の評価と京都市の取り組みについて中野委員から人生100年時代に対応するまちづくり戦略の現状,と現状の取り組みについて山根委員から五国神社前の公衆投影撤去についてそれぞれ一般質問の申し出がありました。そこで お申しいいただいただ項目を踏まえ先ほど申し上げた順にそれぞれ通告のあった質問と関連質問を行うことといたします。質疑にあたっては、所管事務調査の範囲から外れないようにお願いいたします。それでは一般質問を行います。まず、えー、COP26 の評価と京都市の取り組みについて、伊坂委員どうぞ。 委員よろししくお願いしますあの日曜日に市役所前であのコ o プ2 6にまあ関連して若者中心とした集会も開かれておりましたで今コープ2 6がイギリスのグラスゴーで開かれていますでそこでそれに関連してお聞きしたいんですけどやっぱり世界の流れは石炭火力をどう減らしていくのかと いうことで、このコープ26でも一気にね加速していると思います。で新たに韓国ベトナムをはじめとした23カ国が石炭火力の段階的廃止に賛同して、合計46カ国が共同声明に合意をしました。もちろんあの手放しで喜べるわけじゃなくて、あのグレタさんも指摘しているんですが、カ,カーボンオフセット という制度、まあ、これはね、あの若干、がああるという指摘もありますつまり、先進国が、企業が削減できなかった温室効果ガスを、国内外で例えば、植林をしたり、あるいは太陽光発電の設置をしたりした、排出削減活動をすれば、その分で差し引きできるというようなカーボンリセットですね。 でこれについてはまやかしで、そういう意味で実質ゼロというふうに言うのは、おかしに違うかという声も確かに出ています。まあ、それはありますけれども、この共同声明の方向っていうのは、もうこれ、揺るがない方向になると思うんですが、残念ながら、この共同声明に日本の名前は今回も入っていません。これにについててはどのように見てますか。 長田地球温暖化対策室エネルギー政策部長、はい、ご指摘のように、こ今年の10月31日から11月、12月にかけて、イギリス・グラスゴーで国連気候変動枠組み条約、いわゆる COP26 が開催されているところでございます。でこちらににおいいては今ご指摘ございましたように 市場メカニズムのあり方も含めて多様なステークホルダー間で多岐にわたる論点が引き続き議論されているものと承知してございます脱石炭火力に向けた動きというのはこの中でも大きな論点の一つというふうに認識しておりますけれども我が国からは岸田総理が首脳級会合に現地出席をいたしまして2050年のカーボンニュートラルを実現していくことまたこの目標の達成に向けてこの10年間が勝負であること そして、今年の10月22日に閣議決定されました温暖化対策計画および第6次のエネルギー基本計画に基づいて2013年、日に温室効果ガスを2030年度に46%削減していくことそして50%の高みに向けて挑戦を続けていくことこういった意欲と我が国のプレゼンスを示したところと承知しております。石炭火力につきまししてては、は、京都市としては 脱石炭連盟について、今年の3月に参加をした上えで、こちら、都市が連携して、脱石炭を実現していく必要性についても、このコップで、えー、京都市としても訴えていきたいというふうに考えております自社委員。というふうにね、日本のテレビやマスコミが、岸田首相の首脳級会議での発言を報道してるんだけど、実はね、これにはね、裏があるわけですよね。 これ新聞でも報道されてるんですけど結局ね岸田さんの演説の中には二酸化炭素を大量に排出する石炭火力発電からの脱却ということはね実は触れていないんですよねで実際に日本は国内外で新たな石炭火力の建設計画さえあるとで世界の流れにやっぱり逆行してるんですよねで第6次のエネルギー基本計画でも さっき四十数とおっしゃったけど実際にはね2030年度の発電総量の中で19は石炭火力を位置づけてるんですよね諸外国はもうここ一気にゼロに向けて動いてる時にね減らしたけども19%残してるとでこういう姿勢があるわけで,でこの演説に対してね結果的に世界のね環境 NGO である気候行動 ネットワークが批判をして、そして後ろ向きな国に送られている化石賞、不名誉な化石賞を COP25 に続いて今回の COP26 でも日本政府に与えたと、日本政府は受賞したと、こういう,うになってるんですよね、この化石賞を2回続けて日本政府が受けたということについては、どのように見てますか。長田部長 京都市としては、脱石炭火力を引き続き訴えていかなくてはいけないというふうに改めて認識をしたところでございます直接は、ね、言及されないんだけども、やっぱこれってね、大変不名誉だというふうに思うんですよね、そういうふうに世界の流れが見ているわけだから。で、同時にね、岸田首相の演説をね、指摘をしたいんですけれども、まあ、火力発電が廃止の方向が明示されていない。 だけどもアンモニアとか、ね、水素を利用して、ね、実用化のめどが立っていないにもかかわらず火力発電を、ね、排出ゼロの発電火力というふうにまあ表現しているという点を指摘をしないとあかんと思うんですね。つまり2030年以降もそれやったら使えるというふうに見込んでいるわけですね。けどめどは立っていない。いつ実用化できるかも定かでない技術を、ね、前提にして。 石炭火力を使い続けていけば CO2 の削減を先送りするだけやないかと,という指摘ですよね。まあ、これが日本を化石省に選んだ気候行動ネットワークの趣旨なんですね。で改めて削減目標を引き上げるべきだと。2030年比で あ2030年までに2013年比で46%という、ね、数字を示して、京都市もそれに準じてるんだけども、本会議の代表質問で、ね、提案したように、2030年までに最大60%減らすことは可能だし、世界各国、あるいは日本の団体もそれを提案しています。つまりエネルギーの消費を4割減らすという 省エネそして再生可能エネルギーを電力の50%に賄うという、ね、再生化、これをすれば最大60%は、ね、十分可能だというようなものですね。だから脱石炭という立場は京都市も、ね、発表している。だけども、あのー、今年し3月に対策基本計画っていうのを出したときに、ね、40%以上だというようにして。 先日の本会議の時には46、46%というね、具体的な数字を出したけども、対策基本計画の表現は、実は、ね、そのまま基本計画に生きてるっていうわけですよね。これ聞きました。だったら、これを、ね、46%を目指していくっていうならば、それも明記をした上で、さらに高みを目指していくということで、COP3 の開催都市としての、 京都市のね、果たすべき役割を今こそね、発揮すべきじゃないかと思うんですけど、いかがですか。えー、板原地球温暖化対策室長はい。 えと地球温暖化対策計画の目標の関係でございます。あのえー、先ほど先生ご指摘のとおりあの、先の九月司会におきまして、えー、本市の,あの、えー、二酸化炭素の排出量、2030年度までに46%も目指していくというようなことを、秘書の方から表明されたところでございます。あのえーとまあ、それの前提に当たりまして、今あの、現時点での地球温暖化対策計画は40%以上と。 いう形になっておりますので、まああの大きくあの46、あの数値としては申し上げましたけれども、今の計画に掲げる取り組みをまずきっちりと目指していくと、でその上で、えー、とまああの、えー、さらなる上積みを図っていくで、上積みを図る観点としては、あの国の方のまあエネルギー基本計画とか地球温暖化対策計画等も改定もされてますので、そういったものを見ながら、えー、新たな取り組み、国の方もされている中で、えー きっちり取り組んでいきたいと思っておりまして、現時点で、えー、その目標数値をあの直ちに変えるというようなことはございませんが、あの地球温暖化対策計画につきましても、あの5年後メドに、えー、現状情勢を見て、えーまあ、適宜点検見直しを行うというようなことも明記されておりますし、そういったことも考えまして、今できることをやっていきたいと思っております、はい、この件に関連して、他にございませんか。 なければ次に、人生100年時代に対応するまちづくり戦略の現状の取り組みについて、中野委員、どうぞ。中野委員。はい、えっ、ー、と、令和3年度の京都市の予算の概要の中で、一つのまちづくりの方向として、 えー、門川市長が提言したのが、まあ、人生100年時代、えーまあ、それらを踏まえた上でのお地域力福祉力を高めて支え合うまちづくり戦略というものでもありましたでそれと合わせて、あのー、基本計画の中でも同じ部分をお踏襲する中でのおこれからのまちづくり戦略というふうなことで、えー、話をされた部分があります。でえー、これは 今全体の世界の流れの中であの、まあ、年を重ねても、えー、楽しく元気に暮らしていく、まあ、ここが特にコロナの災いの中非常に大事なところだなというふうなところで、えーまあ、あの各人が皆さん思われてる部分でもありますし。 えーまあ、世界的な一つの,流れの考え方の流れの中で、まあ、こういうふうな形のまちづくりの方向というのを出されたというふうに理解しています。でその中でですね、えーまあ、門川市長と、まあ、あの基本計画での委員会でもそうですし、まあ、代表質問でもそうですし決してこれは保健福祉局だけの話ではなく京都市全体の話であり京都市で暮らす皆さん一人一人に ぜひ人生100年時代の中で楽しく健康に暮らしていける、まあ、そういった下支えをしていきたいと、まあ、こういうふうな話でもありました、まあ、あの市長がよく言われる政策の融合という一つの切り口としては、まあ、非常に大きなあの側面であるというふうな話でもあります。でまあ、もう一つはベタな言い方方ををすれば多くの年を重ねる方が、えー 元気で健康に楽しく暮らしてい,けいれば、えー、おのずと社会保障の負担というのは減っていくというのが実際のところですし今日本でも世界でも言われている、えー、高齢化が進んで非常に問題だ深刻だというふうな話がありますが、えー、ただ一方でじゃあ高齢化が進んでもみんな元気で楽しく暮らしたり仕事したりしてたら別にそんな深刻な話ではなくて、えー、まああ,のありがたい話違うかと。 いう発想の転換をする中でこの「人生100年時代」というふうな部分を改めてこのまちづくりの中で生かしていくべきだというふうに思っているところです。で、まあ、その中でですねあの保健福祉だけではなくて京都市総体でまあいかに取り組んでいくかというふうな部分でその環境政策局にとって まあ、ここの人生100年時代を楽しく健康に生きるまちづくり戦略として、まあ、どういうふうな形で、まあ、切,り切り口として取り,取り組んでいらっしゃるのか、まあ、具体的な部分についてはまたあの後日改めてお伺いしたいと思いますが、まあ、全体の概要とその方向性、えー、皆さんの捉え方そこについてお伺いします。横山環境企画部長 はい、あの人生100年時代の、えー、質問でございます。えーまあ、この人生100年時代、市民の皆様が生涯にわたり社会に参加し、健康で文化的に充実した人生,人生を送る,ことが送ることができる支え,えー、支え合いのまちづくりに、全庁で取り,取り組んでいくということは、あの市長が申すとおり、われわれもその認識で間違いはないと思っております。そんな中でで環境政策局ごございますけれどもも、えー、先生もご存じの の通り公衆衛生の維持管理の根幹であるごみ収集処理業務を行っておりまして市民が快適に生活する上で必要不可欠な業務を担っていると認識しておりますまずはこの役割をしっかり果たすことで市民生活を支えてまいりたいというふうに考えておりますその上で環境行政を推進するにあたっては地域に関わる多様なコミュニティの自主的自立的な活動の促進や福祉と共生のまちづくりといった観点も十分に 踏まえながら、えー、事業を展開してまいりたいと考えております。えー、まあの例えばですねあの地域の自主的なごみ原料リサイクルの取り組みを推進するため、古、え、紙、ー、や、えー、古着などの資源物を 主体的に集団的に集団回収する団体に支援するコミュニティ回収制度や塩積み天ぷら油の市民回収奨励事業などはゴミ減量はもとより地域コミュニティの活性化にもつながっているというふうに考えておりますまたゴミ収集福祉サービスですけれどもいわゆるその真心収集でございますけれどもこういったものはあのゴミの集積場所に排出することが困難なよう 介護高齢者等により排出される定期収集ごみを自宅に出向いて収集するサービスでありまして、一人暮らしの高齢者が増加する中、高齢者が住み慣れた地域で健やかに暮らすことができるように支援しているところでございます。加えましてこれ、真、まあ、心収集につきましては、ごみの排出がない場合には登録された連絡先や、 連絡先への連絡とか、希望者へのインターホンによる声かけなど、福祉分野とも連携して、まさに誰一人残すことのない地域社会の構築に向けて取り組んでいるところでございます。以上でごござざいいまますす中野委員、はい、ありがとうございます、まあ、あのその部分も、えー ぜひ積極的に進めてていただくのと合わせてです、ね、例えばその地域で携わっているゴミ源のグループの方々、まあ、こういった方々はそ,のそれこそ地域でまあそういうふうな形で皆さんに啓発とかいろんな作業を進める中でご自身の役割を十分認識されてお話をするでそれが具現化することで自分自身でもそのやりがいを感じる。そして引いていはその街が きれいになっていくでリサイクルが進む、えー、そんな部分にもつながると思いますしでまたあと例えばあの食品ごみのリサイクルなんかはあのそれぞれの,あのなんだ あの補助金つけて新たに購入していただいたりというケースもありますで例えばそういうふうな取り組みをされる中で地域でのそういった公園の植物の再生とかそういうふうな形でも使えるでしょうしであと合わせて例えば今学校が若干ちょっと悲鳴を上げているのはさまざまな分野での教育を学校ですべきである観光防災環境 でそれからあの伝統産業いろいろありますけど結局そこは副読本を学校に送ってあとやってくださいねっていうのが実際のところで実際現場の人が乗り込んでってじゃあそこの分野についてあの子どもたちが教えてるのかということではあまりないというのも実際のところです。で逆に例えばねごみ源に取り組まれてる方々が学校に行かれて観光環境教育をさ,るされる。 そうすることで実際に取り組んでいるその思いが伝わるし子どもたちからもその,あの携わっている人たちのまあある意味充実感も感じていただけるでしょうしで一方で学校の先生はそこはもう任せておいたらああ改めて自分自身の。 事務作業が増えずに子どもと向き合う時間をきっちり確保できるとある意味そういった部分を考えてもウィンウィンのところでもありますしそこから考えると環境教育というのはこれから年を重ねる皆さんも私たちも年を重ねて仕事をしたりリタイアされたりいろんなケースがあると思います。で何歳にになっても地域でそういうい 活躍できるそして、えーまあ、地域貢献できる醍醐味を優勝無償かかわらず売ることができる、まあ、そういうふうなきっかけ作りというのを積極的に、えー、アンテナを張って展開をしていただけたらというふうに思いますがその辺についてもお伺いします。横山部長 はいあのー、町づくりというのは行政だけでやるものではないと思ってますし、えー、市民事業者行政が相互に、えー、信頼し合ってその地域力福祉力を福祉力を高め合って、えー、そうして町づくりというのは進めていくべきだというふうに考えております、えー、そういった意味ではまあ、今後もですね我々としては、えー、いろんな主体と連携してさまざま話し合いをして、えー、町づくりを進めていきたいと考えております環境だけではなく 福祉の分野にもしっかりと連携を図っていきたいと思っておりますあのこの3月にですね策定いたしました宮古資源めぐるプランでは地域コミュニティや介護支援などの福祉政策とも連携して高齢者のごみ出しや分,分別を支援していくことも明記しておりますこういったこともしっかりやっていきまして今後ともですね人生100年時代に対応するまちづくり戦戦略の趣旨を踏まえながら環境行政を推進してまいりたいと考えております以上でございます 野委員あの私たちが年重ねても、えー、京都市で暮らしててよかった、えー、京都市で、まあ、そういうふうなあ改めて、えー、生きる醍醐味というのを味わえる、まあ、私たち自身が本音でそういうふうに思えるようなまちづくりを今からぜひ種まきして進めていきたいというふうに思いますので、よろししくお願いまますす終わります、はいえー、この件に関連した他にございませんか。 なければ次に、ここ神社前の公衆トイレ撤去について、山根委員、どうぞ。山根委員。よろしくお願いします。 えっと、あの10月に環境政策局の方から五幸宮前公衆トイレの撤去についてという説明資料をいただきましたで現在、この五幸宮神社の前にある公衆トイレを歩道拡幅バリアフリー化工事に伴ってそれに先立つ形で来年の1月にトイレを利用停止して3月上旬までに撤去するというものであります。でまずあのちょっと確認したいのはですね過去にバリリアフリー を理由にバリアフリー化を理由にですね公衆トイレ撤去した事例というのがあるのかどうか、それからもう一つは、今回の公衆トイレの撤去はですね行財政改革計画とは関連があるのかどうか、この2点、いかがでしょうか張田循環型社会推進部廃棄物指導生活環境担当部長。はい、えーっと ご質問の、えー、とまずあの、過去に、えー、とバリアフリーを理由に、まあえー、とトイレ公衆トイレを撤去した事例があるかということでございますが、まあ、過去あの、公衆トイレあの民地を、京都市以外の方からの土地をお借りして設置しているようなものにつきまして、その土地の所有者からの,あの要請で撤去したりと、そうした事例はございますがあの、バリアフリーというものを直接理由にして撤去した事例というのはあのございません。次に、あの本件の、えー、撤去が、まあ、行財政改革計画と関連するかということでございます。 これは議員もご紹介いただきましたように今現在その公衆トイレがあります大手筋通りのバリアフリー化の工事を建設局の方で進めておりまして今当該トイレが歩道上に位置をしておるんですけれども歩道を約90センチほど広げると新たな広げた後の歩道のちょうど真ん中に公衆トイレが来るということでこの場所では歩道の通行の支障になるということで 撤去するものでございまして、直接行財政改革計画によってその撤去するというものではございません山根委員。そうすると、バリアフリー化に伴って公衆トイレを撤去した事例はないと。 でまあ、行財政改革計画とも直接関係ないということなんですねですからあの公衆トイレを環境政策局としてこれからどんどんなくしていこうという方針を持っているわけではないと思うんですねでただ今おっしゃられたように今回の撤去の判断となったのは、えー、建設局からバリアフリー化工事に伴いまあ撤去を求められたと。 いううことだとだ思うんですけれども私はただこれ本来はバリアフリー化工事の問題と公衆トイレを存続させるかどうかというのは別の問題じゃないかというふうに思っておりますでもう一つ確認したいのは建設局からこの環境政策局にそういう話があったのは、まあ、昨年度ということはお聞きしてるんですけれども昨年度のいつの時点かということとです、ね、それからその時に環境政策局として存続トイレ存続させるあるいは少しずらして移設をするというようなことを 議論されなかったのかどうか、この点、いかかがでしょうか有田担当部長。え そうですね、まず建設局といつ頃からそうした話をしているかということでございますが昨年の6月頃からそうしたようなお話は建設局との間でもさせていただいておりますけれどもその中で何とか残せなかったのかというご趣旨でございますが先ほど申し上げましたようにバリアフリー工事で車椅子等も通行できるように道路を拡幅するわけですけれども。 えそのまま今現在の位置にありますと道路の真ん中になりますが仮にこれをあのどちらかへ寄せるというふうにしたとしましても十分な幅がえ確保できないという状況でございますのでえこの道路上現在の位置の近くにまあ移設するのも難しかろうということでもえ撤去せざるを得ないという判断をしたものでございます、あのーまあ、ちょっと今日ね写真を持ってきてよかったんですけれどもあの現在もですねトイレの北側はですね 1, 1メートル以上ス、まあ、スペース空いてるわけですで、今回、今おっしゃったように車道側に90センチほど歩道を拡幅するということですからトイレを私はです、ね、南北どちらかにずらせば、えー、歩道を拡幅した上でトイレも存続させることができるんじゃないかとであの今のトイレが、ね、なかなか使いにくいという声もいただいてはいるんです地元の皆さんからですからあのそれを使いやすいものに改善することこそバリアフリーじゃないかと。 という声もまあいただいておりまして、ですねやはりなぜ、そのトイレもバリアフリーをして、移設しようという話にならなかったのかなというのが少し残念なあのところだというふうに思っております、であの今もありましたように、車いすがまあ通れるようにということで、でおっしゃられているのが、ですね大体2メートルの幅を歩道を確保したいということなんですね、でと,ところが、ですねこの今回、トイレのこの場所の東側にタクシー乗り場を新たに設置するということなんですね。 でさらにその東側には、五光宮さんの灯籠があります、2つ大きな、でそれも実は今回、移設をしていただいて、歩道を確保するということなんですけれども、その場所はです、ね、2メートル幅確保できてるんでしょうか、いかがでしょう。張田担当部長、はいえー 灯籠につきましてはあの建設局の方からあのご指摘のように、まあ、あの場所をずらして移設をするというふうには聞いておりますが幅が、えー、とどれぐらい確保されているかというのはちょっと存じ上げておりませんただあの本件につきましてはあの議員もご紹介いただきましたように、まあ、このトイレ自体、えー、もともとかなり古い当初できましたものがしょ、まあ、昭和12年からのトイレということで、えー、小便器が1基と、えー、男女共用の、えー、個室が1基しかないというようなもので、まあ、快適にあの利用していただ いただくためにはあの、まあ、バリアフリー化をしますとさらに、ま、あのトイレをもう少しスペースを取らなければならなくなるということで、えー、なおあの、この歩道上に設置をした場合にあの十分な通行幅が確保できないということにもなろうかと思いますのでそうしたことも踏まえてあの撤去という判断をいたしておりますご、まあ、工宮さんはですねあの非常に大事な灯籠をセットバックして、まあ、歩道を確保してくださっているわけですよねで。建設局に聞きましたら 1.5メートルの幅ですと2メートル取れないって言うんで,すよであのそうするとですね今回のトイレがある場所はですね私はこれ南北に移設すればね少なくともその1 5メートル以上のスペースは確保できるんじゃないかとなのにトイレは撤去というふうになってるのはやはり説明になってないというふうに私は思っています。であの局として この間、あの公衆トイレの新設はしないということを、まあ、おっしゃっているんですけれども、ただ今回の件は新設ではなくて、やはり移設というかね、あの現に存在するトイレをなくすかどうかという話ですので、あの性格が違うと思いますで、私は結局のところです、ね、あの環境政策局が財政的な理由で移設をせず撤去すると、こういう判断をしたということじゃないかと思うんですが、その点いかがでしょう。張田担当部長 あのさ先ほど来あの申し上げております通り、あ,のあくまでバリアフリー工事の結果、まあ、あの歩道の支障になるということで撤去するものでございまして、財政上の理由ではございませんやめねまあちょっとそれはなかなかですね、先ほど私は歩道の幅を指摘したように、説明にはなってないんじゃないかなというふうに思います。であのこのの場所ははですね、まあ、ご承知の通り毎年秋には ご皇宮さんのお祭りも開かれて大変賑わいも生まれる場所です。まあ、現在はコロナ禍で2年連続でお祭りがまあ中止になってしまいました。けれども、あのまあ、当該トイレはですね。そういうお祭りの関係者の皆さん、さらに桃山御陵方面へまあ、ウォーキングなんかで。 さされる皆さんとかですねで伏見区を訪れる観光客の皆さん地域の皆さんがやはり使ってこられたそういう公衆トイレですしで私を思っているのは京都市としてもですね市内中心部や伏見稲荷だけではなくてやはり伏見区の南部地域にもぜひ観光客の皆さん来てもらいたいそういう戦略と思いを持っておられると思うんですね。そういうい時ににここのの観光地にあるこの公衆トイレを 撤去してしまうというのはです、ね、やはりいかがなものかという思いは私、に述べさせていただきたいと思います。で、最後にあの、やはり地元の皆さんのお声も非常に大事だと思いますので、紹介をしておきたいんですが、やはりそんなこと知らなかったとなぜ撤去するのかという思いもあのたくさんあるんですね。で、確かにバリアフリーは大事だから、歩道はぜひ拡幅してほしいという声ももちろんあるんですけれどもあの、地元の皆さんからきちんとご意見をいただいた上で出した結論なのかどうか。 とといいうことについて私は少し疑問がありますのでちょっと資料を要求したいと思いますがあのこの間、説明資料をポスティングしていただいた地域もあるとお聞きしましたのでその説明資料をポスティングした地域がどの辺りかですねちょっと地図で示していただきたいのとそれから学区としては板橋学区それから南浜学区桃山学区3つの お学が関係しているわけですけれども、そういう地域の皆さんにどう説明されたのか、それから商店街やご工宮さんやお祭り関係者の皆さんに、えー、そういう地元説明の状況がです、ね、分かるような、ぜひ資料をまとめていただけないかと思いますが、いかがでしょうか張田担当部長。えー、地元の,あの住民の方への,あのご説明の状況につきましてはあの、取りまとめて資料として出させていただきますや終わります。はい えー、先ほど山に委員から要求がありました、地、え、元、ー、住民への説明内容の状況が分かる資料について、改めて理事者、えー、提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ございませんか、はい、ご異議がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いいいたたしします理事者におおかれてはなるべく早くく早提出していただくようお願い,いたします。 この件に関連して他にございませんかなければ以上で環境政策局を終わります立者お疲れ様でした以上で本日の委員会を散会いたします委員の皆さんお疲れ様でした